はい、おはようございます。マスターです。ハッスル、ハッスル。はい、懐かしいですね。最近ちょっとネタが適当すぎですよ、みたいなことをね、言われて、頑張って寝てる途中です。またアイディアあったらください。いつもですね、ブログを見てくださって本当にありがとうございます。まあ、久しぶりにですね、ちょっと今日からまた元気よくね、ビデオを撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、 まあ、ちょっといろいろあったんですけれども、また、その中でですね、今日はお金の話と稼ぎ方のことについてお話ししたいと思います。で、まあ、なんで今日この話をするかって言ったら、あなたもご存知の通り、3月11日ですね、大震災があって、まあ、たくさんのものがですね、一気になくなってしまったっていうことは、まあ、僕が今更ですね、喋れなくても、 お分かりになっているんだと思います。そこでですね、まあ今のですね、日本が急激に今以上に復旧を早めていくためには、まあもう、いちいち説明しないですけど、お金ってとても必要だと思います。なのでですね、あなたもですね、どでかく稼いで、ね、どでかく要は寄付してほしいです。 で、まあ、記事にも書きましたけれども、ソンマサシさんが100億寄付したりとか、ジャッキーチェーンが260億ね、寄付したりとか、ヤナイさんがね、20億とか30億寄付、しましたけれども、あなたじゃ、商売人で経営者で、まあ、起業家なので、まあ、そんだけお金があるってこともあるんですけれども、 まあだからといってですね、お金があるからといって10億とか100億とか200億で、ね、あの、投資できるもんっていうか、まあ、寄付できるもんじゃないと思うんですよ。で、これなんでできるかって言ったら、もう基本的に気持ちが僕らと違うんですね。僕みたいなですね、ちっちゃい人間は、まあ何億とかね。 あの、稼ぐことぐらいしか全然考えられないんですけれども、そういうさっき言った、ソンさんとか、ジャッキー・チェンとかですね、柳井さんっていうのは、何千億、何百億っていうふうにお金を稼ぐ。そなんで稼げるかって言ったら、やっぱ考えがでかいんですね。で、治療家でもそうですけれども、企業家でも何でもそうですけれども、商売人っていうのは大きく考えなければいけません。よくジェイブラハムっていうマーケター、アメリカの有名なマーケティング、マーケターが、パネルビジネスとトンネルビジネスっていうのがあって、まあ、 要はですね、小さくですね、とどまってしまうと、やっぱり小さく行動してしまうし、大きく考えると、やっぱ大きい行動に出るんですね。例えばですね、まあ、今日とかですね、明日のですね、生活のことだけをですね、考えてしまうと、やっぱり今日とか明日、あの、生活ができるぐらいの稼ぎのスケールのことしかやりません。逆に、 一年後、二年後、一ヶ月後、二ヶ月後、一億、十億、百億を稼ぎたいんだっていうふうに、もしですね、考えることが、本当に心の底から考えることができれば、その人の行動っていうのはとてもでかくなります。ほんで、アメリカの不動産王の僕の大好きなド,ドナルド・トランプっていう人がいるんですけれども、その人の、まあ、有名な言葉で、ね、シンクビックス、リブラーシっていう言葉があるんですけれども、まあ、シンクビックって、まあ、大きく考えて、リブラーシってって、まあ、でかく生きろと。 そういうふうに、あの、そういう名言があるんですけれども、まあ、とてもですね、いい言葉だと思います。まさにその通りで、でっかく考えられる人が、やっぱりでっかく稼ぐんですね。まあ、それはなんでかって言ったらですね、人間の脳と心ってとても密接な関係があって、まあ、例えば、ある状況が来て、例えば今回みたいな地震みたいな状況が来て、まあ、確かにいろんなね、損害を被るわけですけれども、そこでですね、 あの、あ、もうダメだと考えるのか、いや、こっからだと。要は、まあ、こんだけ落ちるとこまで落ちたんだから、あとは上がるだけだというふうにポジティブに考えるかっていうのは、その人次第です。起こってる事実は一つです。しかし、考える way っていうのが、要は道っていうのが、二方に分かれたりとか、三方に分かれたりとか、ポジティブに分かれるのか、ネガティブに分かれるのか、いろいろあります。まあ、それはそれで、 いいんですけれども、なんせ、シンクビックリブラシ、大きく考えてください。大きく考えることによって、とても大きな収入,収入に繋がっていくんだと思います。ので、今日はですね、大きく考えるために、いろいろ試行してみてください。という話でした。そのことによって、あなたがでかく稼げる日っていうのも、とても近いんだと思います。はい。 それでは今日はこの辺で終わっておきたいと思います。また次はですね、あの、震災前に秘密123っていうふう喋ってたんですけども、次はその4つ目、4つ目のファン。既存のところからファンに変わって、ファンから信者に変わるところですね。 その部分をお話ししたいと思います。その部分をお話しすることによって、あなたの治療院に基本的には、ずっと1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月って、やっぱりこう、悪くなくても、通う患者さんっていうのがどん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 増えていって、いって、まあ、予約をですね、安定できるというお話になると。その話をしたいと思います。それでは、今日はこの辺で終わっておきます。今日も一日頑張ってください。それでは、